しよし、今回もインポスターつけたな。人外しかお送りしない当チャンネル。そして即は、そして狙うは、フェイクタスクからの鮮やかな停電。ちょできる、うまくいくかしらね。こういうのは気持ちが大事なんだよ。普通に押し負けてる。まあ気持ちでは、どうにもならないことの一つや二つあるさ。手のひら返しの鮮やかさだけは一級品。お前、どっちの味方だ？またキッチン行くの？タスクはキッチンから時計回りに、派生するからな。白寄りの行動をして、損はないんだぜ。初手展望の敗戦してたけど、誰にも見られていないのに、わざわざ行くのね。そんなこともないぞ。現にマーカがこっちに来たからな。こういうやつがいるから、フェイクタスクを見られてなくても、こっちにタスクがあるやつだ、と、印象付けるのは大事だぜ。せこいことばっか考えてやってんのね。だからお前本当にどっちの、味方だ？まだキルクール上がってないし、クール開けるの待ちながら獲物探しに行くか。ああ、そうしようぜ。けど今回、何気にエアシップの動画は初めてじゃない？まあ、予備知識なしでエアシップには挑みたくなかったからな。頭に叩き込んできたぜ。意外に勉強か。今回ちょっと毒吐きすぎじゃない？で、キルする対象は決まったの？とりあえず、赤、ローズはキルしないかな。左でまだ二人しか見てないし。最悪、左三人で、他全部、右脇だと済む。じゃ、とりあえず、お散歩するってことね。とりあえず、昇降機、ミーティングルームにいそうなやつ探しに行くか。死体景色満々で草。おっと、キルチャンスじゃないの。おんやー。早速やってくれてますねー。マリサの予想通り、右にはいてたようだな。これなら左脇の、私、赤、ローズは白い血だから詰められる心配もない。何より我が身が大事。そう我が身より大事なものはない。生きちゃったよこの人。詰められて困るのはインポスターだけなんだ。私が白い血に入るということは、相方のピンクからしてもとても重要なことなんだ。キルに関われないという確固たる事実が、インポスターの勝利へと導く最も重要なことだということを忘れてはいけない。ちょっと白い血入ったくらいで饒舌になるのやめろ。遅わっか。もう少し早く武器庫抜けてたらワンチャン黒切れたかもな。過ぎたことをグダグダ言ってもしょうがない。切り替えて、次はマリサが切りに行けばいいだけ。そうだな。切り替えて次のキルは私が、取りに行くか。まあ、この会議で釣られる心配もないし、キルするプランでも考えておくか。キルすることに関してだけは、前向き。まず、候補としては、赤、ローズ。左でいて、1キル目に関われない位置だからね。そう。1キル目の白位置で、左の2人の中からキルできたら上場。まあ、それ以外でも全然いいが、ここは慎重にキルする場所は選ばないといけないな。その思考の使いどころ、普段の仕事でも活かせたらいいのにね。リアルで人狼しているような職場だからな。上からのお言葉は、白くても上が黒といえば、黒くなるし、白といえば白くなる。我らクルーメイトに発言権はない。何その地獄のような職場。残念ながらこれがブラック企業の、リアルな姿だ。夢も希望もあったもんじゃないわね。ああ、だからチャンネル登録よろしく、お願いいたします。食い気味に視聴者に媚びるのやめろ。泥水すすってでも私は生き延びる。私だけは生き延びてみせるこの不条理な世界を。今はインポスターとして生き延びてください。というか相方さん、普通に黒く見られてるんじゃね？不人情報的に水色視点から、黒く見られてそうだな。素直に一義そうせずに認めているあたり、印象はまあまあいいな。お前も前回やったもんな。逆張り大好き。ただこれが、他視点から出るんじゃなく自視点から出たら印象は、いいんだけどな。自視点。ああ、自視点から出たらわざわざ黒い地に入りに、行く形になる。印象的に、素直に位置を明かしているクルーメイトか、近くに相方がいるから黒濃度を、薄めようとしているインポスターかのどちらかになる。けど他視点から見ると、位置も偽装できない。認めざるを得ないインポスターという印象が、クルーメイトであれ、インポスターであれついてしまう。つまり、盤面次第ではロラ対象になってしまう可能性が、高くなってしまうってことだ。どうした霊夢。ほんと、インポスターになった時は生き生きしてるなぁと、急に褒めるなよ。思考回路がお花畑で、草。まあどちらにせよ、ピンクのキル自体クルー視点位置は可能だということは、次は私が生きると押さなきゃいけなくなったってことだな。そういうことだね。ならばその期待、答えてやろうじゃないか。自らハードルを上げていくスタイル。何？私にこの程度のトラブル。超えられないことはない。お手並み拝見。しっかり一丁、入ってるわね。ま、私がインポスターでも怪しいと、思うぜ。仲間じゃないのかな？まずは獲物だ。クスクの進捗状況もまだ全然余裕がある。真っ先に赤ローズを探しに行くぞ。かたくなに赤ローズにこだわっててなんか笑う。いいキルっていうのはだな。誰彼構わずキルするのとは違うんだよ、霊夢。なるほどね。じゃあドリンでも見るのかな？
まずはフェイクタスクだな。言葉と行動が反比例している。こいつの言葉にも林妙の二文字はない。リアクターか。しょうがない、私が直してやるか。サボを真っ先に直すインポスターの鏡。これでクルーメイトたちも安心してタスクに専念できるだろう。まさか油断させてキルを狙う作戦か。いや普通に直すだけだが。お疲れたよパトラッシュ。ちゃちゃっと直してやるか。はいはい、マリサさんが来ましたよーっと。はい完了。何普通に直してんの。いいクルーメイトっていうのはサボもタスクもそつなくこなすやつのことを言うんだぜ。お前今インポスターだろ。まあそんな短期になるなレイムさんや。こっからがマリサさんの仕事の時間だ。急な仕事人間。ここまではキルクール貯めるまでのお遊び。実際エンジン宿舎昇降機までは人がいないことを確認しながら赤ローズを探してただけだ。そのルートを押さえておけばボタンを押される可能性も低くなるだろう。あ、確かに。仮に他のクルーメイトだったとしてもキルするチャンスは転がり込んでくるしな。あとは誰お、どこでキルするかなんだよな。さっきの水色はダメなの。ダメじゃないけど、切ったらピンクがもっと黒く見られるしな。それは避けたい。相方を思う優しさは持ってたんだね。いや、勝つことが全てだ。電源撤回。さあ仕事だぜ。あんたにとって、最高に都合のいいキルね。日頃の行いかな。なんかムカつく。次の獲物を探しに行くぞ。そんな死体の近くでいて大丈夫？不思議と釣られる気がしない。強気なところだけは褒めてあげるわ。まあ死体出ちゃったし、次はエレキに下るか。このズーズーしさはどこから来るんだか。エレキでクール貯めるか。黒市に入って釣られたらいいのに。黒市には入らないのだよレイム君。え、なんで？入っていたらこの動画は動画になっていないからなのだよ。ネタバレ怖くねえのか。ネタバレ怖くて配信できるかよ。略称 YouTuber の強心臓。もう私に怖いものは何もないのだよ。失うものすらないのだから。何か心の闇を感じる。お、弾が出てきたな。キル狙うの？いやここはお見送りだな。多分バイタルから来たってことはバイタル情報持ってそうだし、あえて情報を出してもらうのもありかと思ってな。ここには黒がカメラ見てるのか。みんな警戒してるね。結構な時間経ってるからな。警戒して当然だろう。お、やっと発見か。発見者は白か。なんか情報持ってたらセルフの線は合わせられなそうね。結構死体冷えてるし、セルフはまあ合わない方向で行こうかな。ちょっとマリサ、これどういうこと？私に聞いてもわからないわよ。これってつまり、ただのに間違い。いやでもそんな間違いある？だから知らないっての。色的にピンクとマルーンって違うわよね。そうね。ピンクは蛍光色だし、マルーンは暗めの色だからね。で、私たちはグレーで暗めの色だけど、今回弁当一回も入ってないのよね。むしろ歩いてお散歩してたくらいだからね。でもこれどうする？そんなん決まってる。乗るしかない、このビッグウェーブに。作戦は？白白ローラー一択。不可情報の印象が強すぎて、ピンクの初手キルの剣、みんな吹き飛んでいるんだろうな。そうね。インポスターの私たちですら、インポスターがマルーンか黒の二択になったからね。グッバイ、マルーン。お前の仇は私がきっちりと取ってやるからな。本気で仇取りに行くから怖い。よし、ここはボタン使わせに行くぞ。どんな時でも勝利を求める貪欲さ。こんなおもろい試合、なかなか野良で味わえないからな。他人のダバで飲む勝利の美酒は美味しいですか？ねー。クズさ加減に磨きがかかってきたわね。ほら、リアクター直しに行くぞ。自分で鳴らしたリアクターを、自分で直しに行く強人インポスター。ほらキレキレ。ここは私が直す。これは本気で仇取りに行ってるわ。左入力しろお前ら。応援時だけ真っ先にサボ直すのもマリサらしいといえばマリサらしいか。さあマルーンの仇だ。すると自分でロラ提案しておいて仇ということぐさ。何を言う。黒が小豆弁当というパワーワードを言わなければマルーンの命はまだあったんだ。これを仇と言わずして何という。だからロラ提案したと。その通りだ。こいつ悪びれる様子みじんも感じられねえ。マルーン視点、村視点、黒がカメラ偽装してた可能性はあるんだ。その可能性を潰すためのローラーなんだ。この提案は私白いだろ。白が真実に気づきつつあるぞ。頑張れ。お前今回どっちの味方なんだよ。まあいい、真実に気がつく前に完遂させてやるまでよ。黒逃げてよしよし、無事釣れたな。しかしよくローラ提案したわね。どっちもクルーメイトだからな。マルーン視点黒が怪しく見えるし、自らローラせずタンズリで止めてくれとは言いづらい状況だろう。敵は取ったぞ、マルーン。何も利用する鏡。私はそっと背中を押してあげただけだ。お、脇位置までかぶるとは。これは天が私たちに勝てと言っているようだな。ついてこいピンク。2キルして勝つぞ。
もうここでいいな。と生き切るね。あとはピンクに任すわ。獲物発見。やれピンク。完全勝利。完璧に敵打ち取ったな。そうね。インポスターとしてブルーのね。いやあ、危なげない試合だったな。ブルーの援護もあったからね。この動画が良かったら、チャンネル登録、高評価、Twitter のフォローよろしく、お願いいたします。それではご視聴、ありがとうございました。